こんばんは。こんばんは。ナイスでした。ありがとうございます。アイスなんでちょっとやばいっすね。あ、ナイスポチョです。今日はねダイエットのためにまたダイエット始めました。昨日一日一食だったんですよ。で、昨日は別にそんなに、痩せるようなものじゃないんですけど、結構、歯に詰まった。ダイエットしなくても今回みたいなやつ。はい、また。いきなりステーキ食ってきたんですよ。結構待った。あのですね、まあダイエットまた昨日から始めて、昨日はそんなに太らないようなものを食べたんです、はい、でも一日一食、あ、昨日はそんな太らないようなものじゃないもの、要するにそんなに別に全然太るような食べ物を食べたんですけれども、一応一日一食に抑えて、今日はね、なんとね、今日も一日一食に抑えて、今日はいきなりステーキのね、ワイドステーキの450とご飯抜きで、で、あの、コーンじゃなく、ブロッコリーに変えて、あとあの、ビーフスープとスモールサイズのサラダしか食ってない。またサラダ、炭水化物抜きダイエットを始めたって、まあそういう話なんですけど。で、皆さん、まあそうですね。YouTube で見ましたよ。あな、ちょっと僕、国税局行こうかなと思います。やっぱりね、競馬とかの外れ馬券とか、競艇の外れ船券とかね、まあ、あと FX の損失もそうなんですけど、それがね、FX 実況とか、競馬実況とかやってて、それを配信のネタにしてたのに、これがね、経費にできないっていうことで、で、ここに経費できないと、本当にもう200万以上違ってくるんですよ。払う税金が。だから、ここに関しては、ちょっと納得できないので、ちょっとね、税理士をね、もうなんか、税理士を、のとこと、ちょっと国税局一回行ってみようかなと。税務署の人に、言っても一切認めてくんないんで、でもね、やっぱりね、四季さんとかがね、今日枠取ってたら、俺が枠取ってたら、四季さんとかが国税局の人に聞いたら、その外れ馬券とかもね、経費にできると配信実況してたのと、配信のネタにしてたのって言ってたんですよ。なんか国税庁に聞いたとか言ったんですけど、まあ本当か知らんけど、でも、てかまあ普通に多分ね、有名な YouTuber の光とか絶対経費にしてると思うし、まあ多分、やり方だと思うんだよね、正直。うん。あとね、税理士 YouTuber のね、ヒロ弁護士っていう方もいるんですけど、その人も、なんか一応、企画の一環としてやってれば、まあ、
外れ馬券がね、経費にできる可能性は高いんじゃないですかって、まあ、100% できるとは言ってなかったけど、可能性は高いみたいなこと言ってたから、ヒロベもして、まあ、本物の税理士さんがいて、本物の税理士さんが YouTuber やってるんですよ。税理士 YouTuber とかつって。だから、ヒカルとかはだからね、ちょっと企画っぽくなんかね、そのなんていうんですか、俺はなんかこう、もちろん配信内で買ってても、なんかちょっとなんか、ただなんかこう、競馬で当てるぜみたいな感じのニュアンスで、なんかサムネとかも凝ってないじゃん。サムネとかタイトルとかも動画のね。でもヒカルとかはあのサムネとかタイトル凝ってなんか企画っぽく見せてるから、だからああいうのなんか税務署とかね、国税局に置いたとき、あれ見せればなんか、あ、企画っぽいなってね、多分納得してくれるのかなみたいな。微妙なラインって結局その見せ方みたいなのもあると思う。で、それでいて絶対税理士つけてるはずだから、税理士もつけて、なんかそう、なんか武装っていうかさ、構えて多分行ったら、認めてくれる。多分本当結構微妙なラインは微妙なラインのところはあると思うんだよね、正直。でもそこでなんかうまく微妙なラインだからこそあんまりそこを固めなければ認められなくて、そこを固めていけば多分認められるとか、まあ、あとは正直その時に対応してくれた担当者によるとか、そんなレベルのレベルだと思うんだよ。アバンチョさんバーガーどういうこと、まあ、正直微妙なラインって多分そういう線引きっていうかになってると思うのよ。 でもここの線引きでセーフになるかアウトになるかで、とんでもない額が変わってくるわけ。納めなきゃいけない税金を、うん。そうだね。だからね、ちょっとね、まあ、このまま黙って、やっぱり、よりも、やっぱり、とりあえずできることをやって、それでもダメならって感じだよね。正直、裁判まではちょっと厳しいなって思うの。またお金かかっちゃうし、手間もかかっちゃうし。ワンチャン裁判まで行こうかなと思ったけど、ちょっとさすがにお金とか手間とか考えたら、まあ、俺がね死ぬほどねお金持ってて、ヒカルみたいにめちゃくちゃお金持ってたらさ、その裁判勝っても負けてもさ有名になれるじゃん、そんななんか判例って、うん、負けてもある意味勝ちみたいなとこあるんだけど、僕の場合ね、そんな額この税金をね納めなきゃいけなくなったとして、でさらにその裁判の費用とか手間とか考えたら、もうやっていけないですよね。もうやる気が失せるわ、うん、じゃあ皆さんにね見せます、あの具体的な、あのこういくら収入があっていくら経費にしてっていうのは、具体的なとこはね、まあ、一応税務署とかにもなんかめんどくさく言われてるんで、そういうとこは具体的には伏せますけど、その確定申告したという、僕が確定申告したという証拠を見せます。金額の部分とかは伏せさせてもらいます。あと、あの一応ふわっちね、そのね、俺前ね、その LINE の ID とか電話番号、この一口コメント、一言コメントのとこに書いたら、なんか個人情報が特定されるような、あの配信をお控えくださいと俺注意受けてるんですよ。だからこれ住所とかもろに出したら多分バンされる可能性もなくはない。まあでも、あのバンチンとこは伏せるわ。埼玉県、まあ多分大丈夫だと思うけど、だから埼玉県秩父郡ぐらいまでだったら俺のだってわかるでしょ。あと名前のとこだけ見せれば、なんか全ての住所見せたらもう、まあ、バンなんないと思うけど、もしかしたらバンなる可能性もゼロじゃないし、てか多分また注意が来る可能性があるから、そこの部分だけ隠してで、あの下の部分とか秩父郡のとこまで見せればいいでしょ。部分これぐらいか、まあこんな感じで、長瀞町隠れてるよ。あ、郵便番号も一応隠しとくか。まあこんな感じですね。はい、まあこんな感じで
まあ、埼玉県、ちょっと待って。ああ、ちょっと一応郵便番号、隠さないとか。で、まあほら、関慎吾って出てるが若いでしょ、これ。関慎吾と俺のだって若いでしょ、これ。で、ここのほら、税務署のこの控え、確定申告をしました、見ましたっていう、この控えですね、控えたでしょ。で、ここにちゃんとしたこの税務署が確認しましたっていう、こういう、まあ修正申告とかのやつなんですけど、こういう、あれが押されてるでしょ。で、これが30年度のやつ。ね。うん。で、じゃあ次は29年度にしましょうか。あ、ちなみにこれはね、こういうふうに、これ1個のやつになってて、これまとめてあるんで。うん、はい、これ次29年度。一応郵便番号か。まあ多分番にはなんないと思うけどね。うん。あ、てか別に住所のとこ埼玉県のとこだけでもいいのか。名前分かれば俺だって分かるでしょって。ね。ほら、関慎吾ってあるでしょ。で、このほら、この税務署の控えのやつもありますよね。うん。ね。あ、これ29年分って出てないか。上のとこか。はい、29年分。ね。平成29年分。はい、関慎吾ってありますよね。じゃあ次は28年分。28年分ね。平成28年分ってありますよね。ちょっとここの、埼玉県でも関慎吾って若いでしょ、これ。ね。うん、これ俺の生年月日でしょ、これ。これ俺の生年月日ですよね。2月26日、昭和61年。ほら。ね、こう控えもちゃんとありますよね。税務署が確認しましたっていう。で次27年分。はい、27年分、関慎吾。はい、ここに控えもありますよね。ちょっと郵便番号とか隠してます。あ、これ埼玉県だ。埼玉県ぐらいだったらいいと思うんですよ。この税務署の確認しました印もありますよね。ほら、ちゃんとこれ、印刷とかじゃなく、ちゃんとしたハンコですから。ね。で、次26年分。26年分で最後かな。はい、26年分。ね。26年分。はい。26年ってありますよね。控えの、あれありますよね。関慎吾ってありますよね。はい、関慎吾。はい。
ということで5年分です。5年分です。ちょっとね、税理士とね、国税局のとこ行くわ。税理士と国税局のとこに行きます。ちょっとね、この競艇とか競馬とかね、FX の税金がやっぱり、あ、税金じゃねえや、損失が、これまあ実況配信してたんで、これをやっぱ経費にできるっていう意見とできないっていう意見もあるんですけど、どっちかっていうとできる意見の方が多い気がするんですよね、うん、今の時代。でも僕の担当した人は、一切そのね、それを認めないと言われて、で、なんかね、今日、四季さんがね、なんかね、まあ俺の枠来て昼間ぐらいにやったわけで、国税局に確認したら、競馬のね、馬券、外れ馬券も経費にできるって言ってたらしいの、国税局の人が。なんか電話で確認したんだって。うん。そう、やっぱね、税理士をちゃんとつけるかつけないかで多分変わってきそう。これに関しては。いや、ヒロ弁護士さんもね、言ってるんですよ。なんか、企画の一環みたいな感じで、競馬やれば、外れ馬券も経費にできる可能性は高いんじゃないですか、みたいな。まあ、ヒロ弁護士でググってみてください。税理士 YouTuber の人が言ってたんですよ。まあ、だから大手 YouTuber、ヒカルなんですけど、ヒカルの1000万円の馬券を買ったっていうあの動画のね、外れ馬券が経費にできるのかっていう。あれはでも、企画の一環でやったら、まあ、ね、経費にできる可能性は高いって言ってたね。いや、これは税理士が言ってた。お前らじゃ税理士なのかよ、バカタレが、ほやや。ね、税理士とお前らみたいな、ね、ゴミどもの、どっちが信憑性があるんだよ。ね、税理士さんが言ってた。本物の税理士だからね。税理士 YouTuber、本物の税理士が YouTuber やってる、ヒロ弁護士さんは、本物の、本物の、ね、大阪に事務所構えて、本当に、税理士免許持ってて、本当に税理士やってる本物の税理士さんが言ってんだで。お前らじゃ税理士なのか、お前らね。うん、お前らとね、客観的に見て税理士とお前らの意見どっちが信憑性あるね。マジで。うん、いや、こんなの納得できねえわ、マジで。本当に。ちょっとね、税理士のとこ行くわ。うん、税理士のとこに行く。あと国税局に行くわ。ちょっと話つけてくる。うん。で、あとね、なんかね、やっぱおかしいんだよ。なんか俺対応したその税務署の人いるんだけど、やっぱ言ってることおかしいんだよね。そのね、消費税の課税業者に、業者っていうか、課税事業主っていうか、ところもそうだったんだけど、まあこれ昼間も話したんだけど、昼間もこの話したんですけどね、なんだっけ、何でしたっけ、あ、そうそうそう、1000万以上売り上げがあると、まあ経費がいくらかかったとか関係なしに、あ、経費差し引いて、例えばね、収益が100円とかだったとしても極端な話。まあ基本的に収益っていうか、純利益って、売上に対して経費がいくらかかったかの、ね、売上に対して経費を引いた金額が、純利益じゃん。あ、りょうさんあります。で、それで、その金額って、別にそこがいくらだろうが、めっちゃ全然収益が、実質なね、純利益が少なかろうが、売上が1000万円を超えると、課税業者になっちゃうんですよ。まあ、個人だとしても課税事業主みたいになっちゃうんです。消費税のね、消費税の課税事業主になっちゃう。これ昼間も話したんだけど。うん。で、それでね、そう、それって2年後にね、1000万円売上超えたら、
2年後に消費税の課税業者になっちゃうんですよ。だから、俺はその1000万円を超えちゃったんですね。何年だっけ？ 28年だか9年だか忘れたけど。何年だっけな。あ、29年だ。平成29年に、売り上げっていうか、だから要するにふわっちの収入とかニコニコの収入が1000万円を超えちゃったんですよ。だからそれが一応売り上げっていう形になるみたいなんですけど、まあ実際の純利益は1000万ないんですよ。経費とかかかってるんで。でも売り上げ自体が1000万超えちゃったんで、2年後に課税業者になる。だから去年かな？去年。まあ去年のはまだ申告してないですけど。去年のはね、今年の2月10、5から16から3月15までだっけ。だからそれはまだ申告してないんですけど。で、そこがなんか売上に対して10%課税されると、消費税分が。まあそれもね、なんかいろんなやり方で多少10%じゃなく控除されるやり方もあるんだけど、基本的には10%控除される。ああ、10%かかると。まあ、それも、その10%じゃなく、なんか半分控除するとか、いろんなやり方があるんですけどね。細かく言うと、まあ、そこはちょっと省いて言うけど、基本的には10%払ってくれと。そういう状態なんですよ。払えば、いやいや、違う違う、そこが問題なんだよ。これ、今日の昼間も言ったんだけど、例えばコンビニあるじゃん。コンビニでなんか物買うじゃん。そしたら、ね、じゃあ100円の物買ったら、まあ、消費税今10%だから110円払うやん、コンビニに。で、それで、なんていうんですか？それって、だからコンビニが消費者の消費税分をあらかじめこう預かっておいて、で、それで確定申告の時にこう支払うわけじゃん。確定申告っていうか、まあ、その確定申告して、その収益っていうかを確定させて、で、払うわけじゃん。納めるわけじゃん。納付書で。で、その時に、消費者から預かった消費税分の10%を納めるっていう形なんですよ。で、それが売上を1000万超えてない業者だったり、個人事業主だったら、それって消費税分が免除されるんでいいんですよ。まあ、そのね、1000万超えた2年後からになるんですけどね。だから、駄菓子屋とかはさ、ちっちゃいさ、なんか全然ね、本当趣味でやってるような駄菓子屋とか消費税かかんないとこあるじゃん。あれってだからその1年の売り上げが1000万いかないから、だから免税になってるから消費税が発生しないんですよ。で、そこでさ、俺がね、1000万円売り上げ超えたから、そのね、払えって言われてるんですよ。その2年後から。だから、去年の分からかな。それを払えって言われてる。で、おかしくない？それ。おかしくないですか？おかしくないですか？これ今日昼間も言ったんだけど、おかしくないですか？おかしくないですか？なんでかわかる。まあ、今日の俺のね、昼間の配信見てた人は知ってるかもしれない。なんでかわかる。なんでかわかる。俺、消費税の税金分を預かってないんですよ。言ってることわかる？俺、消費税分を、あれ、俺預かってないのに、なんで俺が消費税分を納めなきゃいけないの？いや、だから、ね。例えばコンビニでもどこでもいいけど、ね。1000万円売り上げ超える業者があるじゃん。まあ、個人事業主でもいいんだけど、まあ、個人法人関係なしにね。1000万超えました。そしたらその2年後から消費税の、納税義務が発生するわけですよ。消費税課税業者になるわけですよ。だからそれを消費者に負担させて、ね、100円のものを110円で売って、で、その100円のなんか10円部分、これが消費税じゃん、消費者の。これを預かっておいて、これを確定申告の時に払うわけよ。その業者とかがね、税務署に納めるわけ。
でも俺ってふわっちからのこれ報酬っていう形でもらってるから消費税って俺発生しないんだよ。なのに消費税を払えってことになってんの。わかるってこと。だからまあみんながねふわっちになんかめっちゃコメント早いな。ふわっちふわっちってさ単品で買うと花火1100円や。単品で花火買うと1100円や。で1100円の100円分って消費税じゃん。消費税分じゃん。でそれをふわっちの、株式会社 ANC だかなんだか忘れたけど、ふわっちの運営会社がね、あのみんなから花火一発誰かが投げたら、あのふわっちの会社に1100円いくわけじゃん、みんなから。だからみんなはリスナー、花火投げた人は消費者ですよ。で、このふわっちの会社は、だからその、なんだ、うん、そう、この1100円リスナーからもらったらってか、花火を投げてもらったら1100円の売り上げがあるわけじゃん。で、もちろんこのね、ふわっちの会社は売り上げが1000万以上あるから、ね。だから、この1100円のうちの、その100円部分を、なんだ、消費税、課税業者なんで、税務署に納めるわけですよ。この100円部分。で、それで、残りの1000円に対して、残りが1000円余るわけじゃん。で、それで、ふわっちの取り分が500円、僕ら配信者の取り分が500円になるわけじゃん。言ってる意味わかる。で、そのね、この500円の部分を僕らが報酬としてもらうわけ。で、ここにはね、あのみんなの皆さんのリスナーとふわっちの会社にここには売買っていうものが成立して、ね、だからあの消費税分をみんなからこうふわっちの運営会社がおあの預かっておいてそこにこう納める義務が発生するんですけど、でもそれの僕らはその会社のね、この売り上げの報酬っていう形でもらってるから、ここに対しては売買というより僕らは報酬なんですよ。報酬でもらってるんですよ。だからここに消費税っていうのは発生しないの。なのに消費税を払えって言ってるんですよ。言われてるんですよ。言ってることわかる。で、これってね、俺会社作った時に確かね、聞いたの、これ。うん。だから要するに僕らって会社に属してないじゃん。あの、ふわっちの運営会社に、社員として働いてるわけじゃないですけど、まあそれはみんなわかると思うんだけど。で、これね、俺が、会社作った時にね、聞いたんですよ。あの、司法書士の先生とか、税理士の人に聞いたんですけど、例えば僕がね、あの、まあ僕はね、その一応会社持ってるんですけどね、その配信業、配信、なんだっけ、配信タレントみたいな、ネットタレントの事務所みたいな感じで登記して、ざっくり言うと。一応会社持ってるんですけど、その時に聞いたんですよ。あの僕の会社に属してない人に、例えば僕のね、動画配信を手伝ってもらって、例えばカメラマンをやってもらったりとか、あとはなんかその他のね、普通の僕の会社に属してない人を、あのこう、に配信出てもらって、その人にギャラをこうね、支払う場合って、これってどうなるんですかって聞いたら、まあその僕の会社に属してないから、でもそれはあの、報酬として渡せるんですよ。そのね、これも法的な呼び名があって、ちょっと名前、あの正式名称は忘れちゃったんだけど、なんとか特別報酬みたいなのがあるんですよ。そういう形で、その人に、報酬を渡すことができる。で、もちろんこの人に渡したもあの金額はもちろんこっちのね、会社の経費にできるわけですよ。うん。でもこれって、そういう報酬って形だから、ここに消費税ってものは発生してないんですよ。分かる言ってること。うん。だそれと一緒で、ふわっちの会社はね、あのみんなが花火を投げました、1100円です、100円分は消費税です、でこの100円を、ふわっちの会社が消費税として納めます、残りの1000円に対して、ふわっちの運営の会社が500円の取り分で、僕ら配信者が500円の取り分、でこれはあくまでこの、ね、そのさっき言ったように、なんかそのなんとか特別報酬みたいな形で、多分僕らに渡してるはずなんですよ。でもちろんふわっちは、ここの僕らの500円に対して、あの経費として、払ってますし、まあ、細かいこと言うと、こっちのね、ふわっちの運営の取り分の、なんかジャスラックにお金払ったりとかね、クレジットカードで払ったり、クレジットカードとか、アップル課金だったら、アップル課金のそっちにもね、あの、決算手数料払ってて、決済手数料は、手数料払ってて、そこもまあ経費にもしてますけど、でもね、ちょっとこれ話逸れちゃった。だから僕らは、あくまで報酬としてもらってるから、ね、ふわっちの運営と売買してるわけじゃないから、そこに消費税になったら発生しないじゃん。ふわっちの運営会社から、あのね、消費税分を僕らが預かってないんですよ。それなのに、僕らのね、あの、報酬の、あの、金額が1000万円を超えたら、ね、これは1000万超えたんだから、課税業者、消費税の課税業者ですって言われて、あの、そのね、あの、売上の 10% 払えって言われてるんですよ。おかしくない？で、俺それ言ったんですよ。で、これ俺言ったの、その税務署の人に。
や、これ、俺ら、こう報酬って形でもらってるから、そこにね、普通消費税の課税業者って、その消費者から、消費税をこう払った時に、その預かってもらって、それを払うんですよねって。で、僕らはそのね、アイテムをこう、リスナーが投げて、それをふわっちの運営がその消費税分はもう払ってるんですと。で、それの残りの金額に対して僕らの、報酬としていう形でもらってるから、僕らは、ね、配信者は、ふわっちの運営と売買っていうことをして、消費税を、ふわっちの運営からもらって、それを僕らが納めるっていう形ではないんですって言ったんだよ。うん。そう言ったの。ああ、おばちゃんから。お前が、お前が、お前が。アラブの世界を移動する、ビル・ゲイツのそばく、そばす、アザス。いや、じゃあ、国民の義務じゃないよ、こんなの。あ、ハートアザス。うん。いや、だって、こんなのさ、不公平じゃん、こんな認められる人と認められない人がいない時点で。うん。あ、いる時点で。わかる、言ってること。言ってることわかります？それなのに、ね、俺の担当した人は、いや、これおかしい。俺ら消費税もらってないやんって。うん。それなのになんで消費税も俺が納めなきゃいけないんですかって言っても、いや、1000万超えてるからとかつって。で、さっきのような説明しても、ね。いや、僕らはそれ、ふわっちの運営から消費税分を僕らに渡してもらってないから、それ納める義務ないんじゃないですか。報酬って形は売買って形と違うんじゃないんですかと言ったんですよ。アシロさんから、お前が、お前が、お前が、アラブの石油を移動する、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソバズ、アダス。ね。そう言ったら、その担当した人は、いやでも1000万超えてるから払ってくださいみたいな、結構傲慢なんですよね。え、これってじゃあ誰か分かる人いる？誰か税理士いないんですか？税理士さん。おかしいよね、これね。うん。あ、経営さんから、お前がお前がお前がアラブの石油をウィドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソバズ、アダス。まあ、競馬とかね、そういうものの馬券、外れ馬券が、ハートアダス、カレーライスさん。うん。そういうのが、まず認められないっていうところもそうなんだけど、まず、この消費税はあからさまおかしくない？うん。あ、ハートどうも。ちょっとね、コメントがめちゃくちゃ早すぎてね、ちょっと、いろんなコメントあるけど、ちょっと全部拾えないですね。ちょっと見れないな。早すぎるわ。うん。え、どうも？これ違うよね。俺絶対これま、てか、そうだ、あと思い出したんだけど、俺そのと、俺の担当した人なんかめちゃくちゃなこと言ってたよ。うん。で、俺もうなんか、だんだんなんかその人のこと信用できなくなっちゃって、あのさ、ふわっちのさ、ね、俺、自分のね、銀行口座と、あと、ふわっちの、この、なんていうんですか、収入ってか、ふわっちポイントがいくら月入ってきたみたいな、全部見られたんですよ。全部見られたの、税務署の人に。で、それで、そこで言われたのが、ふわっちの、その、延長チケットってあるんですよ。ふわっちの延長チケット。まあ、みんな知ってる人も多いかもしれない。まあ、配信者はね、ほとんど知ってると思うけど、リスナーもそれなりに知ってる人が多いと思うけど、30分延長するのに、ふわっちって50円かかるの、延長チケット買うのに。で、それって、みんなが投げてくれた、その、花火があるじゃん。花火とかアイテムあるじゃん。で、それで、配信者がふわっちポイントっていう1ポイント1円で換金できるポイントが来て、それの50ポイントで買えるんですよ。その、なんだっけ、延長チケット。でね、僕が、このふわっちの、こう、じゃあ、この月はいくら入ってきましたみたいな本が出てくるんだけど、そこの、やつって、その、延長チケット代とか、あと銀行の振込手数料とか、そこを差し引かれてない金額なんですよ。で、そこから延長チケットとかそういうのが引かれる金額なので、僕らが実際もらえる金額っていうのはね。で、それで、なんだろう、延長チケット代とかで、なんかここを、の、なんか、今これ見せて、まあ、その税務署の人に見せて、1ヶ月、じゃあ、例えばこの月はこんぐらい入ってきましたっていうのを見せて、でもこれはね、こっから、これが直接この金額が収入になるんじゃなくて、延長チケット代とかね、30分延長するのに50円かかるんですよって説明して、そのお金とかも、まあ、あと振込手数料もかかって、こっからはね、ちょっと引かれるんですよって言ったの。そしたら、なんて言ったと思う。そしたら、あ、それは、なんだっけ、その延長チケットは、僕が消費者として消費してるんで、その50円に対しても、消費税が、消費税分を、なんだっけ、免除されませんみたいなこと言われたの、確か。そう。なんかね、その消費税分が免除されないとか言われたの、確か。50円。その50円は、なんかその、俺が、なんかね、その、経費っていうより、俺がその、なんつうの、チケットを買ったことになんかされてるらしくて。で、そこで、なんかそこの消費税分がなんか控除されないとか言い出して、何言ってんのこの人って思って。いや、合ってないでしょ。合ってないでしょ。嘘でしょ。合ってないでしょ。あ、ハートアザス。
いやいやいや、延長チケット分をさ、わざわざそんなの一個一個申告してた、ふわっちで実際ね、確定申告してるやつどれだけいるかわかんない。俺正直1割ぐらいだと思う。その1割ぐらいの人もわざわざ延長チケット代を控除されないっていうんで、そんなんで申告なんか俺絶対してないと思う。100% ないと思う、それは。うん。おかしくないそれ。うん、絶対おかしいよ、こんなの。うん。いやいや、おかしいやろ、こんなの。うん、君たちね、甘いじゃないよ。うん。じゃあ、その理論だったらさ、ね、ふわっちの延長チケットって50ポイントかかります、よろしいですか、買いますかみたいな感じで出るわけですよ。そこに内訳消費税いくらとかも出てないしね、まあ、出てないからといって、それ消費税取ってないとは言い切れないけど、あの感じさ、税込み価格って感じでもないだろうし、だって花火とかはさ、ね、1100円とか消費税分じゃどう考えても 10%。でも延長チケット代はじゃあ40いくらってこと実際。で、それに対して消費税が発生してるってこと、うん、そもそもこれ消費っていう感じで なってないでしょ、そもそも。うん、実際換金する前に、そのね、換金するポイントが少なくなるけど50ポイント分。ただ延長チケットで経費みたいな形なんですよ。ちょっと説明下手やな。あ、てんてんさんパフェアダス。いや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 、絶対それはないでしょ。絶対そこはないわ。うん、いや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 。絶対おかしいよ、そんなの。うん、まあいいや、じゃあまあ、まあ言うてもね、延長チケット代とかは、まあ言うてもまあ、この今までね、まあでもそれでも多分どんぐらいいくんだろうな、延長チケット代。一回計算したんだけど忘れちったわ。うん、まあ何万っていくわけですよ。まあ俺結構節約してる方だけど。一年でも何万っていくわけ。うん、まあそれが何年分ってなったらかなりの額になるわけよ。延長チケット代だけでもね。まあ、もう結構節約気味だけど。うん、まあでもそこはまあ言うても知れてるっちゃ知れてるんで、まあそこはいいんだけど、まあ競馬とかね、競艇とかね、FX の損失が、実況配信したのに、ね、そこが損失、経費にできないの俺おかしいと思う。だから俺は、もうそれ、ね、もう俺もう、なんだ、俺を担当した税務署の人は、それ絶対にね、経費としてもう絶対認めないって言ってる。何が何でも認めないって言ってるから。うん、だから、俺は、なんだ。うん。僕は、税理士のとこと国税局に行きます。それやってダメだったらもうしょうがないかもしれない。裁判まで行こうともちょっと思ったけど、裁判はちょっとまあ、さらにお金がかかるのと手間とかいろいろ考えたらきついんで、僕がね、とんでもなくお金に余裕あったら、負けても話題作りのためにある意味勝ちだからやろうかと思うけど、僕もね、そんな余裕もないので、うん。いや、でも裁判、国と戦ったらかっこいいし、負けても話題性抜群やし、ある意味俺の名をね、うん、売るチャンスっていうか、ピンチはチャンスってやつなんですよ。うん、あとね、なんか、あれなんですよ。まあ、これは言ったけど、その海外 FX って雑所得なんですよ。雑所得扱いで、俺ね、海外 FX で損したやつとかもあるんですよ。で、それも経費にね、入れようとしたんですよ。そしたら、なんだろう、まあ、雑所得、まあ、ふわっちの収入も雑所得やん。ふわっちの収入も基本的には雑所得じゃん、個人でやってたら。うん、だから、
そこを相殺しようとしたの、損失をね。で、もちろん実況配信もしてましたし、あ、いいねと思う。で、そしたらね、ふわっちって基本的に雑所得のはずなのに、あなたの場合は事業収入になるって言われた。あなたは雑所得になりません。僕の場合はって。事業所得になると。あのね、ふわっちは、別に個人とか法人関係なしに、なんだ。いや、個人法人は関係あるか。個人の場合は、なんつうんだ。そう、基本的に雑所得じゃん、ふわっちは。ふわっちの収入はね。でも、何でしたっけ。あ、そうそうそう。他に、例えば他のサラリーマンとかの仕事をやってて、そっちがメインでやってる。ね。サラリーマンやってます。それ、サラリーマンやりながら、ふわっちたまにやってます、みたいな。そんな感じだったら、ふわっちは雑所得になるんだって。メインの、ね、サラリーマンの仕事がある人。でも、あなたは、じゃあ他に仕事やってますかって言われて、いや、やってません。これ一本でやってますって言ったら、配信一本でやってますって言ったら、じゃあそれは、ね、雑所得になりませんと。それ、あなたはこれしかやってなくて、これしか収入がないんだから、あなたの仕事はこれだから、これは事業所得になると。だから雑所得にならないと。だから、海外 FX とかの雑所得と相殺できないって言われた。損失と。海外 FX とかの雑所得の損失と相殺できませんと。でもさ、事業所得だとしてもさ、じゃあその事業でさ、ね、その収入を得るために、ね、配信を沸かせるために、ね、FX とかも取引したわけやん。で、それで負けたわけやん。みんな、それでなんかそういうネタとしてやったわけだから、経費の定義的にはその収入を得るために、使ったお金やん。そっちの定義だとしたら、別に雑所得とかそういう区分関係なしに税制度のね。そこは別にでも、それをやって盛り上げて人呼んだんだから、じゃあ別にそこは雑所得どうのこうのっていう前に、ね、雑所得とかの区分関係なしに、区別関係なしにさ、経費にできないですかって言ったら、できませんって言われて。ちょっとね、電気つけると親が怒るから電気消すわ。どう思うよ、みんな。どう思うよ。みんなどう思います？で、俺はね、競馬とか競艇とか FX の損失がマジででかいんですよ。ニコ生とかでやってたけど、3日で300万とか負けたんですよ、競艇で。で、それ以外も何百万と負けてるわけですよ。で、5年遡られてるんですよ。で、5年間のギャンブルで負けた金額めちゃめちゃでかいの。で、もちろんね、それは全部残ってるんですよ。ネットで全部やってるんで、FX とか競艇とかね、ネットで買った分。まあ、現地に行って買った分もあるけど、でもそれって、まあ、全体的に見たら微々たるもんで、まあ、そこはもう別に経費できなくてもいいと思ってる。もうそれは証明できないから、現地に行って買ったやつもあるけど、でも別に、でもネットでね、残ってる部分が結構大半9割ぐらいだと思うので、買った金額で言ったらおそらく。だからそっちのね、9割さえ認めてくれればって感じ、もう1割はもう証明しようがないから、そこはしょうがないと思ってるんだけど、その9割が認められないっていうのが、負けた証明ができない。できます。だからそれネットで買ってる部分だから、ネットで買ってる部分は証明できるやん、
もう判例が出てるから、いや、判例は出てないね。判例は出てません。うん、この配信でね、ギャンブルをして、それを盛り上げて配信の収入を得て、それにの負けたものに対して経費に出るかできないかの判例は今まで一度もないです。いや、判例出てねえだろ、そんなの。まあでもね、とにかくね、まあ俺はとりあえず税理士のとこと国税局行ってみるよ。それでダメだったらしょうがないかもしれない。とりあえず行ってみる。できればね、ヒロ弁護士に会いたい。でも大阪なんだよ。税理士 YouTuber のヒロ弁護士に、弁護士じゃないや、税理士だ。ヒロ税理士に会いたいけど、大阪なんだよな。大阪なんだよな、ヒロ税理士。遠いな。さすがにね、ちょっとね、大阪まで行くのはきついんで。だって、一回きりだったらまだしもさ、なんかそういう、なんか一回きりじゃ終わんないでしょ、その。ね、そんなもしじゃあそれをなんかうまく経費ねじ込んでくれるっつってもさ、結構やっぱ何回もある程度行かないといけない時とかあると思うし、その度に大阪行くわけにもいかないやん。しかも納めるとこここだし、さすがにね、その距離はね、何往復もできないかなっつんで、ヒロ税理士に会いたい。だからもう近場の税理士さんにちょっとどこに行ってみるよ。まあ多分ね、初回とかだったら1時間で多分5000円前後ぐらいとかでやってくれるとことかあると思うから、ちょっと税理士のとこにその相談、まあそれだったら多分5000円とか、高くても1万ぐらいで多分済むんで、まあその、そういう相談っていうかね、なんとかできないんですかみたいな。5000円か1万くらいだったらね。まあでもそれでね、じゃあこれで経費できます、じゃあ僕が動きましょうかみたいな感じで言われたら税理士さんに、ね、そこからまた追加でかかっちゃうから、うん、とりあえずねじ込めるもんなのかどうなのかってだけでも聞こうと。まあ、正直ね、多分俺が言うのと全く同じね、ことを言うんでも、俺が言うのと、そう、国の国家試験を取った税理士さんが言うのとじゃあ多分ね、全く同じこと言っても多分説得力が違うというか、認められないものが認められるような気がするんですよね。認められないものが認められるっていうか、俺が言ったら、正確には俺が言ったら認められるものも認められなくて、税理士が言ったら認められるものが認められる気がするんで、いや、そこはやっぱ固め、同じようなことでも税理士っていうのをなんか縦につければ変わってくる気がするんだよ。だから微妙なラインなものって多分そういうような感じになると思う。うん。うん、いや、これ経費に入れてもいいかな、いや、でも入れない方がいいかなぐらいな感覚だったら、税理士つけるかつけないかで多分変わってくると思うんで、アウトになるかセーフになるか。いや、そんなもんだよ、世の中絶対。絶対世の中そんなもんだから。うん。だって YouTuber のヒカルとか絶対俺経費入れてると思うもん、競馬の外れ馬券。でもあれも多分税理士とかつけて、
なんか固め、ちゃんとそこら辺を固めてやってるから多分経費にできてるんだと思う。いや、わかんないよ。実際、ヒカルがあれを経費にしてるかどうかわかんないけど、多分してると思う。金持ち YouTuber の歌とかもそうじゃん。ねえ。競馬、協定、宝くじ、カードゲーム。買えば買うほど金入るのさ、みたいな。動画にすれば経費になるさ、そうさ、俺たち金持ち YouTuber って曲があるんですけど。うん。いや、ソースは歌って言うけど、ヒロ税理士も言ってるんだよ。ちゃんとした税理士が、ね、言ってんの。うん。で、俺配信のためにね、馬券とか競艇買うために俺工夫してたんだから。そう。これはね、俺の配信見てた人はわかると思うけど、俺 JRA の馬券一回も買ってないんだよ。なんでかわかる？俺競艇とか、ね、あと、競馬だったら地方競馬しか買ってない。なんでかわかる？映像が配信に載せれないから。映像がやっぱ載せれた方が、で、それで実況した方が、なんかこう、みんなに臨場感あるっていうか、そっちの方が面白いわけよ。映像がないとつまんないわけよ。JRA って、レースの映像が、有料じゃないと見れないんだよ。うん。で、テレビとかだったら無料で見れるけど、でもあれはテレビはさ、スポンサーがいて、なんかそれでこう見させてもらってるじゃん。消費者っていうかみんな視聴者はね。だからあれをテレビをじゃあ直で映しても、多分あれは著作権上アウトだから、アウトっていうかやばいから。まあ正確にはよ。正確には、なんていうの、まあ俺がね、地方競馬とか、競艇の映像を映したんだけど、まああれも正確に言えば著作権的にアウトかもしれないけど、あれって、無料で見れるんだよ、みんな。お金払わないでみんなね、インターネットで検索して、ボートレースみたいな感じで、あとは地方競馬とかですね、検索すれば、もう誰でも無料で見れるの。お金かかんないで見れるから、まあこれ映したぐらいだったら多分、著作権で言われないかなと思って映せてたの。ただ、JRA の場合はお金払ったり、スポンサーがいるテレビでしか見れないから、いや、これに関しては多分映像映したらまずいだろうなと思って。あと、ニコニコとかだとね、なんかJRA の映像をね、映したら、バンされるんだけど、地方競馬だったらバンされないんですよ。まあ、そこはね、著作権どうのこうのっていうか、あくまで、正確には著作権法的には両方ともアウトなんだけど、うん、その運営のね、自主規制版っていうか、なんだけど、うん、そう。だから俺はね、配信に載せられないから、映像が。配信に載せて実況した方が面白いって言うんで、俺 JRA は一切買ってないんですよ。だから配信に映像を載せれるボートレースと、なんていうんですか？そうだ。競馬、あ、地方競馬しか買ってない。で、それもね、説明したんですよ。配信に載せるために、ね、映像を出せるところで買ってるんですよ、つって。で、履歴も見てもらえばわかるけど、つって。見せたんだけど。それでもダメって言うのよ。めっちゃちゃんとした、だから配信に載せ、ね、配信を考えた状態のところのを買ってるっていう、その履歴も残ってるわけよ。ちゃんとこう説明できるわけよ。JRA 買ってないんですって言って。で、買ってない証拠も、俺 JRA 一切買ったことないから、そのネットで。うん、でも、他の、競艇とか、地方競馬をめちゃめちゃ買ってる履歴が残ってる。だからこれ、そこを見てもらっても、ね、配信載せるために、配信実況するために、ここの買ってるって分かりますよねって言ったの。まあ、結構納得ある話でしょ？で、結構一貫性があるっていうか話、今までずっと俺話したけど。うん、あっちの方がなんかね、一貫性がないんですよね。うん、
どう思います皆さん。だからそういうね、履歴っていうか、ちゃんと説明できるような履歴も残ってるんで、まあ、正直担当者によっても変わるかなと思ったんだけど。とりあえず税務署の人はもう俺を担当してる人は一切認めてくれないんで、ただね、絶対認められてる人世の中に絶対いるはずなんですよ、うん、絶対認められてる人いるはずなの。てか正確には確定申告ってさ、あくまで自己申告だからさ、そこにさ勝手に入れちゃって、じゃあ競馬とかの負けのねやつを入れちゃって、で申告するじゃん。であとは税務署にチェックっていうか目つけられなければ通っちゃうわけよ。まあもちろんそれで通ってる場合はさ、まあ税務署とか国税局がね、あの気づいてないっていうんで、まあ助かってるってパターンかもしんないけど、でも税務署とか国税庁に、え、この馬券の経費って何ですかって聞かれた時に、ちゃんと説明して、ちゃんとしたこういうふうにね、この収益を得るための経費なんですって説明して、認められた人も俺絶対いると思うんですよ。間違いなく。うん。まあそれこそ、ヒカルとか目立ちすぎてるから、ヒカルに関しては絶対その、じゃあこれ、多分入れてると思うんですよ、その外れ馬券を経費として。でも、それを経費として出して、ね、その税務署の人たちが、それに気づかずにそのまま OK っていうことはないと思う。絶対一回ぐらい言われてるはずなんだよ。でも、そこでうまく言って、多分経費に入れてると思う。うん。多分。まあ、もちろんね、なんかこう、100% 認められなくても一部だけ認められるってパターンもあるんだろうけど、俺の場合 100% 認めないって言われてるから。ヒカルに聞けって、ヒカルが教えてくんね、くれるわけない。あ、ほんちゃから、お前が、アラブの石油、井戸、ビルゲイツ、そそわけ、そわけ、税金払うアイテムのほとんど経費にしようと思って、今まで戻して。うわー、ダメだ。ちょっとね、早すぎて。うん、え？流れちゃった。コメントが早いから流れちゃうね。コールしてると。うん、いやー、てかね、もうほんとね、どうしたらいいんねん、これ。うん、これどうしたらいいの？いや、でもさ、こんなんさ、配信でさ、経費としてさ、計上できる人がいてさ、外れ馬券をね。で、できない人も絶対いるわけよ。こんな不公平じゃない？不公平だよね、こんな。こんな不公平やねん。絶対入れてる人いるから間違いなく。これは言い切れるわ。うん、絶対認められてる人もいるはず。だって税理士だって言ってんだよ。もちろん税理士が全てでもないよ。うん、でも、税務署が全てでもなければ、国税局が全てでもないわけじゃん。国税局の主張だって裁判で覆されてるやつなんてあるじゃん、判例で、うん、だまあそのなんつうの、力関係っていうかさ、うん、誰が正しいかっていう意味で力関係といったら、まあ、裁判とかやるんだったらだけど、裁判官が一番強いっていうか、この人がもう絶対なんだよ。裁判官がこれは経費になるかならないかっていうのがもう絶対の人、うん、でその裁判官の、次に国税局、その次に税務署、そしてここの人たちと戦うね、この人たちと戦うために税理士や弁護士がいるわけ、力関係で言ったら、うん、そういうことでしょ。税理士を味方につけて、ね、税務署、国税局、裁判官と戦うっていうもんでしょ。で、自分でね、うん、まあ、ドラクエと一緒ですよ、ドラゴンクエストと。うん、自分一人で、ね、税務署っていう、ね、中ボスと戦うか、さらには、ね、大ボスの国税局と戦うか、自分一人で。うん、自分が勇者だとしたら。うん、で最終的にお金払えばね、
もうさらにその上の、もう、海王神様じゃないけど、まあ、ちょっとドラゴンボールになっちゃった。ね。禅王様とかじゃないけど、そこに裁判官がいるわけ。それを自分一人で、自分勇者一人で戦うかって。税理士っていう仲間をね、うん、連れて戦うかの話を。どう考えても税理士っていう仲間を、税理士や弁護士っていう仲間をつけた方が、勝ち目はある。っていう話。でも俺は、ね、僕は、きびだんごを持ってないから、ね。あれ？これ桃太郎の話になっちゃった。僕はきびだんごを持ってないからね。だから、税理士が、弁護士を味方にできないっていう。僕一人で、鬼退治に行かなきゃいけない。あ、ケーンさんから、お前が、アラブの石油王、Windows、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマズリー、ありがとうございます。税理士は税務署の味方、弁護士は中には戦ってくれるやつがいる。まあそういうところはあるよね。正直税理士って、その税務署へのなんかこう印象とかも考えて、攻めてくれる税理士と攻めてくれない税理士がいるんだよね。いや、その経費の中にもさ、微妙なラインの経費ってあるわけよ。うん。微妙なラインの経費って。で、そういうのを、自分の都合、自分の税理士としての、税務署とかに、いや、この税理士はなんかいろんな人の依頼を受けて、なんか変なもの、なんか経費できないものを結構無理やりねじ込んでくるなっていう印象を与えちゃうと、正直税務署の印象が悪くなるじゃん。有料な、ね、税務署に、あ、この人は有料な税理士だって思われた方が、税務署の印象がいい、つまりは、そういう印象を良くしてた方が、またその税理士の仕事で税務署となんかいろいろ話すときとかさ、話すっていうかそういうやり取りするときに、うん、なんか認められやすくなるみたいな、なんかそういう都合もあると思うんですよ、税理士の。正直。多分。そういう都合を加味して、ね、責めてくれない税理士とかもいると思う。でもそこを、なんかそういうのを意識しないで、本当にこう消費者の立場に考えて、戦ってくれる税理士もいると思う。うん。あ、もほんちゃんから、お前が、アラブの石油王、ウィトズ、ウィルゲイツ、ソフトバンク、ソーマズリー、あ、だっせ。でも、弁護士ってのは別に 悪の味方にもなってくれるわけじゃん、言ってしまえば殺人犯の味方にもなってくれるから、そこはもう別にそういう都合関係なしに戦ってくれるからね、弁護士は。確かにそういう部分はあると思う。うん。ふわっちの収入はね、経費の額は言わない。なんかめちゃめちゃみんなが、例えば俺がね、こう、例えばこの前とかだって、この前ってか、まあ、12月だったっけ、去年の。キャビアとか食ったわけですよ。キャビア丼とか1杯2万するようなやつ買ったりとか、あとは二宮が結婚した時にね、桃六ってとこのどら焼きをなんかこう、メディアの各社に配ったわけですよ。そのどら焼きを、5個買うためだけに2万5000円ぐらい使ったりとか、ね、歌舞伎町行って7万ぐらいね、宿泊費とか合わせて使ったりとか、なんかそんなね、めちゃめちゃ俺配信で使ってるんですよ。10円のコロッケをね、買うために、朝早く行ったら、1時間半後ぐらいからしか、コロッケが売ってなくて、その10円のコロッケがね。で、1時間半待つことになるって言われて、で、そこは焼き鳥とかもいろいろ売ってんですよ。だから、じゃあ焼き鳥ね、ここの全部買うから、ね、10円コロッケ売ってくれって言ったら、売ってくれたんですよ、そこの店主。で、俺、その焼き鳥全部買うことになってね、まあ、結局5000円だか6000円だか言ったんですけど。とか、そんなね、うん、ちょっとヒカルに憧れてるとこもあって、お金を使って、なんかこう、お金稼ぐみたいなね、
配信でお金ってのは結構ね、まあ、家で喋ってる時はそれかかんないけど、家で俺のね、家で俺が話してるだけの配信を見てる人は知らんかもしんないけど、部分的にそこしか見てないです。俺めちゃめちゃ配信金使ってるわけですよ。ケバブの大食い企画だってね、あれだって1日で5万ぐらいかかったし、で、回収できたの1万ぐらいだからね。まあ、ケバブの俺仲いい店主がいて、ね、そこの知り合いの人を集めてもらって、僕にね、ケバブの大食いで買ったら、お前、モンちゃんから、お前が、アラブドは石油王、ウィドズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソバズ、アダス。じゃあ、税務署には言ってるよ。じゃあ、そういう意味じゃない。税務署にはもう全部、この経費はこうでこうでって説明してんの。うん。ただ、それをみんなに公開することによって、それはね、だから通報するやつがいいんで、まあ、この配信してる時点でも多分電話するやついると思うけど、正直。でも、これはもう俺が、なんかもう、ここまでもちょっと言いたくなって言っちゃってるけど、だ要するに、だから、その、まあ、今説明したように、めちゃめちゃ俺金使うときめっちゃ使うんですよ、配信に。で、それをただの贅沢だっていうやつがいるわけ。例えば、キャバクラ配信して、それはお前の贅沢だろっていうやつがいるわけ。でも、そのキャバクラって落ちるわけじゃん、実際経費として。配信に載せたら。うん。で、あと、そのキャビア丼とかも一杯さ、2万のやつとかもさ、それは贅沢だって言うんですよ。あとはなんかそのさ、ヒカルがよく行く牛牛とか言って、確か6万だか7万だか1回で使って、ね、あとリムジン配信して、リムジン6万とか、俺1日でその日、俺13万とか使ったんだぜ。あ、宿泊費とか言ったら14万とかか、15万とかだよ。うん。1日でね、14万とか15万使ったりとかね。うん。そういう日もあるわけですよ。で、あとこの後ろのね、このぬいぐるみ見てもらうとわかるけど、これをなんかゲーセンで撮って、まあ中には買ったやつもあるけど、これの8割9割ぐらいはね、ゲーセンで撮って、で、それでゲーセンで16万ぐらい使ったわけですよ。で、それも配信してたわけですよ。で、それをね、一部このインテリアとして残して、その半分ぐらいをリスナープレゼントですね、みんなに配ったわけよ。俺のサインと俺のね、チェキ代合わせて。で、それ、送料だけでも3万とかかかったわけ、それプラス。ね、そうめちゃめちゃ俺金使うときめっちゃ使ってるんですよ。一回ね、歌舞伎町行くだけでもうね、7万とか使うから3日いるぐらいで。だってもうまず宿泊費だけでもう3日でやばいもん。で、プラス交通費、でしょ。で、あと車で行くから車の駐車代でしょ。うん。で、それで、あとなんだっけ。あと宿泊代が高いからね、歌舞伎町。で、それと、あとそのガソリン代と、あと、まあ俺ん家から100キロぐらいあるから片道と、あと、車の駐車代とかね。うん。だめちゃめちゃお金使ってるから、で、それでね、じゃあ、経費をじゃあ、いくらですって見せたら、で、それでそういうさ、じゃあ、キャビア丼とかもさ、まあ、1年単位で見たらさ、めっちゃ結構いくわけよ。で、それで、こんな経費があるわけないとかって通報するバカがいるわけですよ。で、それでね、こう言って、じゃあ、キャビア丼とかもこんなのもお前の贅沢だから、これを経費として認めないとかっていうやつもいるわけ。中には。で、そういうアホがね、電話したりするわけだからですよ。そういう税務署とかに。うん。そういうのがめんどくさいから、うん。で、ぶっちゃけさ、ぶっちゃけよ。なんつうの、その、じゃ配信でさ、いくらさ、儲かって、いくら儲かったとか言う人いるかもしんないけど、いくら経費かかったって言う人あんまいなくない？なんかよく、配信者がさ、よくさ、確定申告しましたアピール人いるじゃん。俺は脱税していません。税務署にね、税金納めましたみたいなアピールして、その一部分だけとか移すといるじゃん。なんかこう、申告書とか、まあ、金額隠す人の方が多いと思うけど、まあ、中にはその金額見せる人もいるかもしれないけど、でもさ、その、売上っていうか入ってきた金額と、その経費を、と、納める、実際に納める金額全部晒してる人って基本いないと思うんですよ。全部出してる人いなくない？で、それってなんでやんないかっていうと、その、正直だからその、まともに経費を計上してても、ね、まともに経費を計上してても、で、中にはその部分的に見る人がいるわけ。例えば俺がこうやって最近はね、家で喋ってるだけの配信多いけど、うん、で、ここの部分だけ見たら、全然こいつ経費かかってないじゃん、配信にって思う人もいるわけ。で、それでいて、ね、じゃあその俺がそうやってお金をめちゃくちゃ経費を使ってる配信もしてる時ももちろんあるんだけど、その、そこの部分を見てくれた人だとしても、ね、これはただの贅沢だ、こんなの経費に入れるのおかしいっつって、それでこんなの経費に入れるんだとかって電話するやつがいるんだよ。うん。だからそこに関しては正直、1年で見たらお金、本当配信でお金使う人って相当な額になるわけ、経費って。うん。で、それをさ、なんか、
なんだろう、そこだけなんかそういう部分的なものだけ見たり、あとはなんかそう贅沢品みたいなものを経費として絶対認めないっていうね、そういうね考えのリスナーがいて、それをなんかこんなん経費に入れるなとか電話するようなやつがいるから、だから認められるものも認められなくなる可能性あるじゃん、ぶっちゃけ。そんなこと言わなければね、そんなもの見せなければ認められるものが認められるみたいなのもあるわけじゃん、まともにね計上しててもっていう、正直そういうものあるじゃん。そこら辺波風立てない方が無難だなって思って、みんなが多分そういうの全部公開してないと思うんですよ、基本的には。そこはだってぶっちゃけ確定申告したらさ、だってさ、基本的にはそこになんか対して何も言われなければ基本通るわけじゃん。だそこに対して波風立てるのって、はっきり言ってリスクしかないわけじゃん。まともに計上してても。まともに計上しててもそこってリスクしかないわけよ。だからだと思うんだけど、みんな全部公開してるやついないやん。売上がこんだけ、まあ、売上っていうか収入がこんだけありました。配信の収入こんだけありました。経費これだけです。で、それでいくら納めましたって全部公開してるやつ多分いないでしょ。まあ、確定申告した、しましたアピールで金額隠してやる人ぐらいはいるかもしんないけど、基本いないやん、そんな。多分。そういう都合もあるわけよ。絶対そういうふうに、いや、こんな経費かかるわけないとかつって、なんかこう思って、なんかさ、そこら辺をなんか、ああだこうだ電話するやつもいる。めんどくさいね、そういうのが。ほんまやで。いやだからさ、だからその経費の中にはさ、微妙なラインみたいなのもあるわけで、だから今回のケースで言ったらそのね、馬券の経費とかね、馬券の外れ馬券を経費にするとか、これだって、じゃ確定申告してさ、それで、それをなんか自己申告、確定申告って自己申告やん。で、それで提出して、まあ、言ってしまえば税務署の人に目つけられなければ通っちゃうわけやん。あとはそのね、リスナーの通報とかで、ね、まあこれが配信業だとして、配信業のやつだとしてね、で、それで、なんか、じゃあ、罰金を経費に入れましたみたいなこと言ったら、そこに関して通報されたら、その、疲れる可能性が上がるっていうか、ぶっちゃけ、そこリスクしかないんだよね。なんか微妙なラインだってさ、通った方が得やんだって。あ、もうちゃが、お前が、アラブの説教、井戸ズ、ビゲイツ、ソフトバンク、ソバズ、アダス。いやー。何本来納税しなきゃダメな額を経費と正当化して使っているのは信号で、国税庁は経費になるのはこれだけで、その他は納税してくださいと言っているだけ。いやいや、それはね、間違ってます。それはその意見は間違ってる。だって国税庁だって間違ったものを傲慢に請求することあるんですよ。それもういくらでも裁判で否定されてるじゃん。まあ、この話何回も言ってるけど、競馬って一時所得じゃないですか。基本的には競馬って一時所得で、で競馬でさ、1億ちょっと儲けた人がいて、でそれでなんだ、競馬一時所得だから外れ馬券は経費にできないっつって、1億ちょっとしか儲けてないのに6億円の税金を払えって言われた人いたじゃん。でそれが裁判したじゃん。そう、国税庁の言い分としては、もう本当に競馬ってのは一時所得だからってのもう一点張りで、誰がどう考えたとおかしいじゃん。1億ちょっとしか儲かってないのに6億払えって言ってんだよ。マイナス4億5000万とか、そんぐらい自分でポケットマネーから払えてた。しかも払えないじゃん、そんな額で。それで裁判になってね、最終的にはその馬券買った人が勝って、一時所得じゃなく雑所得扱いになって、結局外れ馬券を経費として認めさせて、ね、それがだから国税庁の言い分が間違ってたっていうのが、そういう判例なんていくらでもあるじゃん。税金に関してさ、これを経費として認めないのはありえないみたいな感じで裁判になって、で国税庁がひっくり返されてるっていう現実があるんだから、そういう判例があるんだから、国税庁が 100% 正しいっていうのは間違ってる。いや間違ってるよ。だってそのいくらでもひっくり返されてるじゃん。で国税庁ってはっきり言って傲慢な考えのやつ多いから、基本的にはなんかそういう古い考え、あと時代にね、その課税システムがなんか時代に追いついてない。だって、あと競馬のさ、なんかそのさ、課税システムとかだって誰がどう考えてもおかしいっていう人めっちゃ騒いでるやん。あれもじゃあ国税庁が全部正しいってのもおかしいな話やん。誰がどう考えてもおかしいやんなの。そうでしょ。
税務署、あ、税務署だね、国税庁が 100% 正しいってことはないからね。うん。てか、どっちかっていうと国税庁は、うん、なんかもう、なんつうの、傲慢に、こう、請求してくる。どっちかっていうと。うん、それを正義と思うか悪と思うかは知らんけど、人それぞれかもしれんけど、うん、いやだってそうでしょ。だってさ、その競馬のさ、馬券なんかそう、他人事だからさ、へえこんなこともあったのかって思うかもしれないけど、その人の身になってみろよ。だってね、自分がもしその人の身になってさ、1億ちょっとしか儲けてないのに6億税金払えって言われたらどうするよ。残り4億以上どうするわけよ。ね。で、これで、外れ馬券景品なんだけどおかしいっつって、でも国税庁は、それいくらそれを主張しても、ね、いや、それはもう競馬1勝とか、お前4億、ね、6億払え、1億儲かってとか、ね、1億しか儲かってない、4億ちょっと、ね、もうお金どうすんだとか、そんなお前の都合なんか知らねえよ。とにかく、こういうふうに決まってんだから、金なくても払えって言うんだよ。これが正義だと思うの、じゃあ、国税庁。国税庁はこれが正義だと思うんですか？で、国税庁はそれをね、覆さない。いくらその人が主張しても、覆さなかったから、その人が、納得できないから裁判を起こしたわけじゃん。うん。それ裁判を起こさなかったら、国税庁の言い分が通ってたわけよ。その人も多分借金まみれよ。でも、裁判して裁判官が、いや、それはおかしいですねってなって、ね、あ、その人の言い分が通って、ね、その1億いくらに対して多分何千万かの課税で済んだわけじゃん。うん、それ裁判するかしないかで、その人、あれですよ。5億以上税金変わったんだよ。うん、で、国税庁は、裁判しなかったら、その5億以上のお金をその人から払わなくていい金をぶん取ろうとしたわけですよ。傲慢な考えで。これが、ね、国税庁の考えが全て正義だと言えるんですか、これが。ね。これが全て、国税庁の言ってること、全て正義だと言えんのかよ、これが。うん、ほんま。汚い大人やの、本当に。うん。ほんと取れるところから取ろうみたいな。てか、取れるところから取ろうってか、その人さ、ね、取れないんだよ、そもそも。1億ちょっとしか儲けてなくて、確かその人サラリーマンなんじゃなかったっけ。うん。で、その4億以上とかあるわけないじゃん、そんな払えって言われたってさ。払えるもわけもないのにさ、払えってのもさ、これが正義なんですか？そんな傲慢に。誰がどう考えてもおかしいの。これが正義なのか？うん。そうでしょ？うん、何が経費に入らなかったの？協定と競馬と FX の損失。まあ、ちなみにね、税務署にはね、もう税金の話するなと怒られてんですよ。電話が鳴りやまないからやめてくれって。でもさ、一方的に払えって言われてさ、別に法的に問題ないよね。言うなって言われても、別にそこにさ、じゃあ俺が言ったからと言ってさ、法的に俺問題ないし、なんで俺こんなさ、ね、お金払ってまで、この税金のこと言っちゃいけないんだって話じゃない、そもそも。もう電話かけてくるやつに言えよって感じ。だって、電話かけてくるやつなんかやばいぜ。俺がね、年収3000万とか1億あるとかつって、なんか、だからこんなね、課税方法はおかしい。このぐらいの税金のわけがないとかつって電話してるやついるらしいからね。おかしくないか？俺が3000万1億稼いでるわけないだろ。アホかよ、マジでよ。そこまで言ったらさ、もうほんと業務妨害レベルだろ、そいつ自体。俺関係ないやん。俺は、なんか、ただあくまで自分がこんだけね、こういう状況になりましたって言ってるだけで、そのかけてくるやつが悪いじゃん。あからさま1億とかさ、そんなあるわけないって分かってかけてるやろ。そいつ自体にさ、偽計業務妨害で逮捕でも何でもしろよ、マジでさ。誰がどう考えても1億とかありえないだろ。うん。俺が1億なんか稼ぐわけないだろ、1年でさ。俺が1億稼いでたらね、ふわっちのトップ層なんて10億稼いでるわ、年収マジで。うん、1億とかあるわけないだろ、アホかよ、マジでよ。うん。
いやー、厳しいね。ちょっとうんこしてきて、ちょっとトイレ行ってくる。ちょっとトイレ行ってくるんでね。ちょっと待っててください、皆さん。
今はね、いや、わかんない。うん。とりあえず裁判まで行かなくても、国税庁行くのと、税理士のとことりあえず行くっていう手はある。そこら辺はそこまで金かかんないから。とりあえず税理士と国税庁行くわ。とりあえず。最後に俺が勝ったら。ああ、得意の方からお花火。お前が、お前が、お前が、アラルド、セキュア、オイドズ、ビリリッツ、ソフトバンク、サーブ、アーダス。遠くへまだお前がお前がお前がアラブの石を挑んでビリビリとゾートマークソードにアラス俺の経費を取り戻すから。こんなの経費に入れないなんておかしいんだよ。こんなのを経費に入れられないなんて、経費に入れられないなんておかしいんだよ。俺の経費を取り戻す意味で。経費が俺の中でユリアみたいなもんだから。僕がケンシロウだったら、ね。僕がケンシロウだったらね。経費がユリアみたいなもんだ。そしてね、
僕みたいに認められるべき、ね、税金が認められない人は、あれですよ。神みたいなやつですよ。もしそいつが経費として認められなくても、俺は最後にね、同じ経費を主張した男として、墓を建ててやるよ。墓を作って生けてやりますよ。なんでそんな奴に墓なんか作ってやるんだよ。同じ女を愛した男だからだって。マジ終わったな。これ本当に認められなかったらどうしよう、マジで。てか認められんのかな。認められんのかな。みんなどう思います？あ、風船4個どうも。ウォー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 I'm a rich YouTuber そうさ俺たち金持ち YouTuber 金を使って金稼ぐのさキャビア、フォアグラ、うなぎシャトーブリアン。毎日食べても金余るのさ。超一流が俺流さ。手に入らないものなんてもはやないのさ。ベンツベンツベンツゲッチュベンツベンツベンツウォンチュベンベベンツベンベベンツベン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 ツ何を買っても経費になるさそうさ俺たち金持ち YouTuber ウォー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 そうさ、俺たち、金持ち YouTuber。金を使うのを、みんなが見たいのさ。競馬、協定、宝くじ、カードゲーム。買えば買うほど、金入るのさ。超一流が、俺流さ買えないものなどもはやないのさポルシェポルシェポルシェゲッチュポルシェ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 ワンチュポッポポポッポポポッポポルシェ動画に使えば経費になるさそうさ敵はアンチと税務署
ウォー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 ベンツベンツベンツゲッチュベンツベンツベンツウォンチュベンベベンツベンベベンツベン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 ツ何を買っても経費になるさそうさ俺たち金持ち YouTuber ポルシェポルシェポルシェゲッチュポルシェポルシェポルシェウォンチュポッポポポッポポポッポポルシェ動画にすれば経費になるさそうさ俺たち金持ち YouTuber歌うとほんと閲覧下がるよな。ナイス少なすぎ。みんなね、右下ナイス押してってね、無料なんだよね、ぜひね。うん。ドゥ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 。ナイスを押してくれ。ドゥ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 。押したら消さないで。ドゥ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 。毎日押してくれ。ナイスが足んねー税金払う金も足んねいや、天空の納め時って。いや、でもさ、これさ、本当にさ、競馬とかさ、そういう外れ馬券とかがさ、これ絶対経費に入れてる人間違いなくいると思うんですよ。で、それ通ってる人も絶対いると思うの。で、俺だけ通んなかったらさ、それこそ俺本当国に大盤振る舞いだよね、俺だけね。吉宗じゃないけど。思わない？だってみんなは、ね、経費に認められるのに俺だけ認められなかったら、俺国に大盤振る舞いってことじゃん、税金その分、経費になんない分。マジで。大盤振る舞いやん俺、うん、もう絶対認められた人いると思うけどな間違いなく絶対いると思うてか光とか絶対認められてると思う、うと認められなかったらどうしよう。まだとりあえず裁判まで行かなくても国税庁と税理士のところとりあえず行ってみる。やるだけやって無理だったらもうしょうがないよね。裁判までだって厳しいから、それ国税庁行くぐらいだったらさ交通費ぐらいよ、ね、で税理士も多分初回相談ぐらいだったら多分5000円とかだから、それやってダメだったらもうしょうがない。裁判まで行けないよさすがに。
気発作上な殿様だってな真面目様だってな千両抜刀人は目のくらむってな世論は厳しい日々を知りまねえも大盤振る舞う日々じゃなわしの銀や銀や青い空明日も晴れるな兄様だってな姉様だってなまいったな。Thank you.
行くぜ、海馬行くぜ、フワッチのゴミこじきども。はは、お前らめ、ろくな配信もしないで家でこじきばっかしやがって、俺より絶対にネットホストやネットキャバクラの奴らどもは家で喋ってるだけで大金稼ぎやがって、お前らなんかろくに経費もないだろ。お前らなんかな、まともに税金納めたらな、とんでもない額を納めることになるんだ。絶対に払ってない奴はいる。行くぜ、トラップカード発動、道連れ。国税庁に行って、ふわっちの、ね、絶対こいつら納税してないですよって伝えてくるわ、マジで。俺のがね、俺の競馬が、経費がね、認められようが認められないが、ふわっちのこいつら絶対俺より稼いでるやつなんか腐るほどいて、こいつら、本当に納税してんですかって。道連れにしたるわ、マジで、本当に。うん、クソこじきども、マジで、本当に。ほんとね、俺なんか経費かなり使ってる方よ。マジでさ、家で喋ってるだけとか、静止画で小じきしてるだけ、イベント1位になりたいんです、マジで1位になりたいですよとかってやつらさ、ね、家で喋ってるだけで、ろくに経費もないだろ。電気代と通信品ぐらいだろ。ね、外にも出ないでさ、家でただ小じきしてるだけのさ、顔出してさ、静止画で小じきしてるだけで、俺なんかよっぽど数何十倍も稼いでるやついいんじゃないの。何十倍言い過ぎだけど。10倍ぐらい稼ぐやつとかもいいんじゃないの。俺最近稼ぎ少ないからね、本当に。こいつら全員見続けにしてやるわ、マジで。国税局行ってね、ふわっちのこと伝えてくるわ。俺のね、馬券が経費になろうがならまいが、とりあえず道連れにしてやるわ、マジで。うん、クソこじきども、マジで。国税庁行きます、僕。もう決めました。確かに国税庁は東京都千代田区にあるんで、東京都千代田区にある国税庁に僕行きます。うん、国税庁行ってくるわ。とりあえず俺の馬券とかそういうのが経費にならないかっていうのを言いに行って、で、それが認められようが認められまいが、他のね、このふわっちの、このサイト、いや、えぐいですよ。家で喋ってるだけの奴らが、もう、トップグループになるともう、あれですよ。毎月何百万稼いで、経費なんか、ほぼほぼないですよって。うん。中にはね、経費使って配信してる人もいるけど、稼いでる組って結構経費使ってないと多いですよ。家で喋ってるだけで、こんな、電気代と通信費ぐらいしかかからなくて、毎月何百万稼ぐ奴いるんだでって。こいつらのこと知ってますかって。うん、ナイス投資とありがとうございます。道連れにしてやるよ、マジで。なんで俺だけこんな目に遭わなきゃいけないんだよ、マジで。うん、なんかムカついてきたわ。うん、なんかムカついてきた。だ基本的にさ、住所バレてるやつはあれだよね。うん。何がさ、イベントで1位になりたいだよ、クソ野郎が、マジでや。な。何がイベントで1位になりたいで。金じゃねえか、リスナーのこと金と思ってるだけだろうが、クソ野郎がや。なあ、面白い配信も何もしねえでよ。なあ、配信に金もかけないで、ゴミどもが。ねえ。ゴミどもがね、もう道連れにしてやる、マジで。なんでお前らだけ助かるねん、マジで、ね。住所バレてる人っていうのは基本的にさ、もう、あの、担当のね、うん、あの、税務署とかもバレてるから、住所がわかるってことはそうじゃん。もうそこの担当の税務署がバレてるから、基本的に住所がバレてる人って、もう基本的に逃げることって俺基本多分不可能だと思うんだよ、基本的には。やっぱある程度リスナー数いたら、通報とか絶対入るから、国税庁と担当の税務署にかかったら、基本的にもう逃げることって多分ほぼほぼ不可能なんだよ。ただ、ね、住所がバレてない奴らって、
多分そこ高く食って、多分ね、やってるやつが多分多いと思う。基本的に住所バレてないやつで納税してるやつって多分相当少ないと思う。うん、ぶっちゃけた話。住所バレてないやつが特に。思わないですか？ねえ。住所もバレてないでさ、何もリスク背負わないでさ、ね。リスナーのこと金と思ってさ、なあ。イベント1位になりたいです。マンスリー1位になりたいです。とかって、こじきしやがってよ。なあ。配信でさ、全然さ、ね、面白い配信もしないで、家でこじきしてるだけのさ、ゴミどもがや、クソこじきどもが。なあ。正義の鉄槌を食らわしてやるよ、マジで。道連れにしてやるわ、マジで。うん。まあ、住所がバレてないからね、担当の税務署わかんないから、国税局にとりあえず言って、そしたら多分、もし国税局が目つけたら、ふわっちのね、あれですよ。ふわっちに開示請求したら、そんなんすぐバレると思うんですよ。うん。そんなんだって、ふわっちからしたらさ、その振り込んでる、口座わかるわけじゃん。ペックスをさ、経由しても、結局そのふわっちがどのペックスに登録してるかっていうのを開示して、ね。で、それで、そのペックスがどこの口座に振り込んでるかって開示できるはずなんで。絶対にね、税務署、ただね、なんつうの、住所分かってる人は国税局と担当の税務署両方に通報できるから強いんだけど、住所バレてない人って担当の税務署が分かんないから国税局に行くしかない。片方だけだと弱いけど、ね。正直片方だけだと弱いと思うんだけど、全部告げ口してきてやるよ、マジで。マジで、道連れにしてやるわ、マジで。うん、ふわっちで仲間外れになるよって。え、でもさ、ね？仲間外れになるのって、脱税してる犯罪者でしょ？ね。脱税してるゴミどもに仲間外れになってもよくない？別に。思わない？だってまともに払ってる人からしたら恨まれる要素ないもんね。まともに納税してる人からしたら、ね？むしろ不公平で、納税してないやつの方がさ、おかしいわけだからさ、ね？納税してるまともな配信者からは別に、嫌われないやん。脱税してるゴミどもから嫌われても別にどうでもよくない？そうじゃね？そうじゃね？ねえ、納税してる人からは別に嫌われないやん、別にな。脱税してるゴミどもに嫌われてもどうでもいいよ、こんなゴミどもに。ねえ。うん、そもそも犯罪だからね、そもそも。ねえ。あ、風船10個だもん。ああ、だいたいさ、住所もバレてないでさ、安全なところにいながらさ、ね、リスナーを楽しませるような配信もしないで、ね、自分は住所もバレないでさ、何のリスクも背負わないで、ね、リスナーを金と思って、こじきしてるだけのゴミども、マジで。道連れにしたるからな、本当に。うん。ゴミじゃん、だってそんなの。ねえ。イベント1位になりたい、マンスリー1位になりたいとか言いながらさ、家でただ喋ってる、顔出して喋ってるだけとか、静止画で喋ってるだけで、リスナーを何も楽しませようとしないで、経費も何も使わないで、金金金つって、で、金稼ぐだけ稼いで脱税して、するとか、これ、こんなゴミいますねえ。これほどのゴミっていますかこんなゴミに嫌われようがどうでもよくないっすかねえ。こんなゴミいないでしょマジで、うん。逆にいいところが思い浮かばないもん。あ、いいね、10個どうも。悪いところはいっぱい出てくるのに、そいつらが、あ、この人いいなって思うとこ、一個もねえんだけど、逆に。うん。あ、風船どうも。いいね、10個どうも。
すか、マジ。どうなるんだろう。これ本当に払わなきゃいけないのかな、これ本当に経費として認められないのかな、マジで。これ本当に経費として認められないのか、これ。うん。本当に無理なのかな。誰か税理士いないっすか。こんだけ人見に来てたら一人ぐらいいないの、税理士。誰かいないっすか、税理士さん。ガチの税理士いない、誰か。こんだけ見てたら一人ぐらいいるんじゃないの。しかも税理士が食いつきそうなタイトルやん、これ。配信のタイトルが。税理士がね、もしふわっちにいたら、税理士が見に来るようなタイトルやん、これ。こんだけいたら一人ぐらいいないの？税理士。誰かいないっすか？税理士いないの？一人ぐらいいないっすか？ちょっと税理士の方出てきてください、誰か。コメントしてください。税理士の方、誰かお客様の中に税理士さんがいたら、なんかあの飛行機の中で誰かが倒れて、誰かお客様の中でお医者さんがいたらみたいな感じのノリで。ほんとガチの税理士さんいたら、ちょっと俺のツイッターとかに DM してもらえないですか？本当に。ガチでいたら。ちょっと相談乗ってもらいたいです。無料で、普通税理士って相談さ、乗るのって金かかるのに無料で見てもらおうみたいな。あ、ハートどうも。誰か税理士の人いないっすか？本当にガチの税理士さんいたら僕のツイッターに DM してください。はあ、きついな。誰か税理士さんいないっすか？税理士さん。税理士さんいないっすかね。うん。誰かいないっすか？こんだけいて、一人もいないの？こんだけいて一人もいないのか。一人もいないの？全員ニートか。皆さん職業何やってんすか？皆さんの職業何やってんすか？今見に来てる人たち。前にリスナーの税理士いた。いや、あの方はね、税理士じゃないです。司法書士の方です。
IT コンサルニート。ニート。パート。ジャーナリスト。FX トレーダー、会社役員。最低賃金。バイトとかってこと？サラリーマン、監視員、税理士、絶対嘘だろ、お前。絶対嘘でしょ、税理士って今。税理士、本当に嘘でしょ。嘘でしょ。うん。嘘でしょ、これ。税理士、嘘でしょ。本当っすか、税理士。いや、本当ガチの税理士だったら、ちょっと DM 送ってもらえないですか、僕のツイッターに。ガチの税理士さんいたら。いや、ぶっちゃけね、税理士に聞かなくても分かってるんで、答えは。競馬とかの外れ馬券を経費に入れるってのは、正直、なんかその人のケースだったり、あとは担当した人にもよると思う、正直。それをじゃあ税務署とかね、国税庁に言われたんだったら、その担当した人にもよると思う。答えは正直出てんだよね。あとはその人のケースバイケースっていうか、正直認められる人もいれば認められない人もいて、認められる人だとしても 100% 認められるか何割認められるかと、みたいな。ぶっちゃけ全部微妙なラインだと思う。もう分かってんだよね。正直答えは分かってんだけど。うん。でも、なんつうの、なんかその、なんとかいけないもんなのかなと。なんとかどうにかできないもんなのかなと。その答えはもう分かってんだけど、なんとかねじ込めないのかなと、経費に。なんかうまくやる方法と言いますか、うん、まあうまくやるっていうか、正確には多分税理士連れて行った方が認めてくれやすそう、なんとなくもう印象っていうかで、うん、同じようなこと言うんでも、俺が言うのと税理士が言うのじゃ多分違うんだよね。多分全く同じようなこと言っても、なんか言う人によってちょっと違うやん。そこのなんか形を固めるか固めないかで正直変わりそうな気がする。うん。国税は担当で変わったら不公平になるだろうって。いやでも世の中そんなもんよ。本当に。いや本当に担当者によって、あれ、認める人と認めない人って絶対いるからね。それ世の中分かってなさすぎ。うん。あのね、担当者によって変わるって、本当にね、わかんないやつだね。マジで世間知らずやなと思う。例えばね、まあ、その、税のこととはまた別やけど、その、例えばさ、裁判とかだって法律ってものがあってさ、じゃあそれをさ、ね、じゃあわざわざなんで裁判するのっていう。で、なんかいい弁護士、ダメな弁護士っているじゃん。じゃあ、なんでいい弁護士、ダメな弁護士っているのって。全く同じようなケースでもうまくその裁判官を言いくるめられれば、少しでもこう弁護がね、いいように言いくるめて弁護できれば、うん、全く同じケースでも罪が変わってくるわけよ。それこそ無罪、有罪っていうね、あの有罪になっても、うん、あ違うわ、無罪と有罪で、全く同じケースでも、その弁護士によってもう言いくるめとかで、
全く同じケースでも無罪になることも有罪になることもあるわけよ。究極言ったら。で、さらにね、仮に有罪になっても、その罪を重くなるか軽くするかっていう、そこの言いくるめで全く同じケースで。だから、いい弁護士さんっていう言葉が世の中にね、あるわけや。いい弁護士、悪い弁護士って、それと一緒よ。うん。税務署とか税理士とかもそれと一緒。だってちゃんとした判断基準ってないんだから、細かくね、ちゃんとこのケースはこうで、このケースはこうでって細かく決まってるわけないじゃん。そんなの決めたらどんだけのページ数になるんだよ。で、新たに出てくるものだってあるわけじゃん。新たなね、職業とかだったり。まあ、例えば YouTuber とかもそうだけど、最近で言うと。そんな一個一個ね、細かく決まってるわけないというか、決められるわけないじゃん。うん、言いくるめとか通用しねえって。え、じゃあさ、なんでさ、ね、いい弁護士と悪い弁護士の違いって何だと思う？逆に。別にどの弁護士だっていいわけやん。弁護士でね、変わらないんだったら、弁護士で全く同じケースでも、その弁護士の腕によって、ね、判決が変わってくるわけじゃん。だからいい弁護士、悪い弁護士っているわけよ、うん。そもそも、そのね、弁護士をじゃあ、例えば雇ったら、どの弁護士だって判決が変わらないんだったら、世の中にいい弁護士、悪い弁護士っていない、そんなものが存在しないやん。それと一緒よ。なんでわかんないの、それも。なんでそんな簡単なことがわかんないの。バカなの。どんだけ世間知らずなんだよ。うん。いい弁護士っていうのはそこをうまくね、言い回しがうまかったり言いくるめられたり、うん、それで少しでも依頼者の有利になるように裁判を進めるわけよ。言葉の戦いだからね、うん、言葉の戦いやで、どんだけ弁護できるかよ、言葉で。それと一緒なんだって、世の中。世の中ってか、税金に関しても。だからね、ほんとね、それはさ、弁護するね、弁護士も、それをなんかこう、少しでも経費として認めさせようとしてくれる税理士とかだって、その人のあくまでやっぱね、ちゃんとした明確な線引きってないから、その人がどうやって言いくるめられるかとか、どうやってその依頼者の有利に進められるかっていうのを考えるわけ。で、もちろん、ね、税務署とか国税庁とか裁判官だって、ね、うん、その人たちの意見によって判決を変えたりするわけ。だから税理士や弁護士がいるわけじゃん。わかる、言ってること。誰が言ったって同じだったら、ね、そもそも税理士や弁護士なんて必要ないし、ね、うん、さらにいい弁護士、いい税理士な、あ、いい弁護士、ダメな弁護士なんてものがないんだよ、世の中に。それはさすがに世間知らずやで、うん。どうせね、ニートで